クラブ対抗戦トラックリーグ 1500m パパパーつけるーやってまいりました。はい、今日は私がね、はい、走るんですけれども、そうですね、今日は、なんと、竹本さん、はい、ボディ&ソウルランニングクラブの一員としてこのトラックリーグというねクラブ対抗戦に出場していただきますということで、はい、ボディ&ソウルランニングクラブメインコーチ笹田直太くん、はい、どうぞどうぞ。お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりでございます。お久しぶり。笹田直太、ボディ&ソウルランニングクラブメインコーチを務め、ビーチラン日本チャンピオンの経歴も持ち、マラソンの記録も更新し続けている竹本とは真逆のイケメンランナーである。ありがとう、呼んでくれて、はいはいはい、どこもね、ツイッターで結構呼びかけたのどこも呼んでくれなくてボディ&ソウルだけですよ。いや、あれ誰からもなんかいつでも準備できてますよっつってんのに、ね、そうなかったですか。やっぱタイム見てるんだろうね、みんなね。結構雰囲気ガチだもんね、今日来たら。そうですよ、ちょっとガチな感じでびっくりしてる。俺もピリついてる方もね、ですよね。そうかそうか、そうでもちょっとあのカテゴリーの方がちょっと早いとこになっちゃってるんですけど大丈夫ですか。いや大丈夫だと思いますよ、うん、あの設定どうやって出しました、うん、僕のタイム。あ、3分26秒、ああ、まあまあ1000がってことか。いや、あの1500です、ね、え、じゃあ高橋さんなら世界記録出るかなと思って。いやいや君だけで俺のことそんな信じきってるの。いや他誰も信じてないよ。なんでカッコ 1000m ってちゃんと訂正されてたよ、よく見たら。26秒で申し込んだら、うん、主催者側からしっかりと勝手にですよ、カッコ 1000m 自己ベスト、うん、俺はちょっと後でクレームに行くわ俺も。そうです。でも今日ぶっちゃけた話、タイムどうします。そうね、じゃあ前さ出した1500って何歩やったっけ。30ギリ切ったぐらいですよ。29秒ギリ切ったぐらい、はい、じゃあ今回体重も落ちてきてるから、はいはい、じゃあ5分15を切ったら、うん、これ返したるわ。難しいのじゃん、これもしかして俺の勝負靴だ。おメタスピードすごいっすか。え、すごい。そのタイム切ったら5分15切ったら返してあげる。そう、やばいでしょ、ブラック企業じゃん。これ知ってるでしょ、これを取られてたんだよ。取られてたの知ってる。いや、オフホワイトって聞いてます。グレーだね、グレー。一応ボディアンドソウルの一番最後の組の早いメンバー。あ、そうですよ、うちのエースとして出ればいただくんで、あのまあ最初から最後まで先頭走って引っ張りながらも田中望み。あ、そうです、そうです、強さが見たいです。イメージはできております。はい、イメージはできて、ね、オリンピックもたくさん見ていただいてもらえると思いますし、そんじょそこらん一人オリンピック見てるんで頑張っていきます。はい、では行きましょう。ガチでやるよ、一応ね。あんまみんな見たことないこのタイツも履いてるし、ね、はい、ラスト1キロ、今に1、2、3、4、
どうなんだろうな。はめてんのかな。開けちゃうとね、しんどい。タイム発表しちゃっていいですかね。そうですね、5分15秒目標だったんですけど、はい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 、私バスラックとして走らせていただきました、うん、1500m のタイム、うん、5分16秒でございます。くそー、マジ悔しいわ。いやー、爪がね、いやマジで悔しいわ。本当にやばい、やっちゃった、本当ごめんなさいって感じ。あと1秒どうにかならなかったですか。いや本当そこだし、うん、やっぱりね、戦後の残り500めちゃめちゃきついんだよね。まあ、今回ですね、300トラックだったので、ほんと300トラック、はい、5周マジで靴返してほしかったな。おいマジでスカイが、どうしよう、どうしよう、どうしよう、おい、なんぞ、おついてんの、どうしよう、あ、髪型、どうしよう、おい、髪切ったんだよ、何、えちょっと待って、なんすか、そこじゃないよ、もう、何何何、ちょっと目、え、ちょっと大きめに開いてもらっていい、うわやばやば、まずはこちらをご覧ください。はい、ということで皆さんね、びっくりしたと思いますけど、今日来ているのはこちらでございますよ。ででででででで、さあこちらに今からお邪魔します。ダン湘南美容クリニック池袋西口店です。今から施術にかかるんですけども、セクシーな感じの男性憧れてるんで、先生セクシーにしてください。はい、わかります、お願いします、頑張ります。はい、ということで無事ねプチ整形の方が終わりまして、今帰宅したばっかりなんですけども、帰り道にちょっとねいいことっていうか
あることを思いつきまして、今日僕がプチ整形してることを相方と D は知らないんですよ。撮影スケジュールが空いたんで、その間にやっちゃおうってことで今日やって、相方と D には今日やるよってことは言ってないんですよね。なので次の撮影日がクラブ対抗 1500m 走みたいなのがあるんですよ。オープニングサングラスかけながら撮って、走る最中もサングラスかけてもそんなに、おなんでとはなんないと思うんですよね。でゴールした後に感想エンディングの時にこうサングラス外してドッキリをね仕掛けていこうかなみたいな、まあこれ前撮りなんで現場の竹本さん、どんな感じですか？現場の竹本です。はいはい、皆さんもね、視聴者も多分今知ってる、今気づいてる。ここも B も直太くんもうちの相方も今知ってるんですよ。有言実行しましたよ、プチ整形。重っ。いや、どこで有言実行してるんですか。でもね、やっぱフルで3時間半切れなかったんで、すごくない？やっちゃいました。で、先に言っておきますけど、これ別にメス入れたとかじゃなくて埋没なんで、あまり心配なさらず、いつでも直せるんで。戻るやつね。でも戻るやつ、徐々に戻っちゃう。でも多分戻しません、気に入ってるんで今結構。どう、つぶら誰似てる、吉沢亮みたいな感じな。目開いて、開いて。ちょっとね、まだダウンタイムがあるからまだ腫れてんすよ、若干1ヶ月くらいかかるんですよ。どう、永田くんはどう思う？かわいいよ。ありがとう。でも、先生にお願いしたのはかわいいじゃなくてセクシーにしてくださいってお願いしてる。ちょっと意図と反してます。新庄選手になる途中みたいな感じ。あー、だからもう新庄パイセンですよね。新庄さんも多分なされてるんで、僕もまあ後輩ですからもうね。新庄さんをパイセンと呼んで、じゃあマイケル・ジャクソンを師匠と呼ぶ。師匠です。やめなさい。整形師匠なんで。整形してる人のことパイセン。全員パイセンと呼びます。じゃあちょっと一つだけ言い訳し、これ5日前にやったんですよ。でぶっちゃけこれに向けて結構走ってきたんだけど、その日から今日まで1回も走ってない。走っちゃダメって言われて、ガチだから置かれちゃうから。そうそうそう。なんかちょっと重たそうだったんだよな。ちょっと重たかった実際。前日授業もできなかった。全くしてない。ここ1週間走ってない。なるほど。それだけはちょっと。一番 D がね、ニヤニヤしてんだよ。すごいな。マジかってこと。でも仕返しですよ。いつも俺にドッキリかけてきてるんで、今日は逆ドッキリみたいなもんですね。これはマジで。体を張ったドッキリですよ。ジュージュが来るね。歌舞伎史上一番面白い。なんか嬉しくない。すごい。お金かけてるからね。なんか嬉しくないな。金で笑いかった。すごいな。金で笑い。金で。よくない。初めて見たけど整形した人。皆さんもね、ちょっとポジティブなコメントお願いします。見慣れない。全然見慣れないな。僕は今気に入っているので。カズキはめちゃめちゃ気に入ってる、ね、めちゃめちゃ気に入ってます。でいつでもメス入れてね、直せるんで、そんななんか心配しないでください。まあ他の人にもちょっとドッキリかけていく予定もあるんで、皆さんぜひぜひ今後の動画もお楽しみに。チャンネル登録絶対お願いね。体張ってるんでね、よろしくお願いします。攻めすぎでしょ。はい、もうタイムのことを忘れてください今日はね。竹本和樹さんのプチ整形でした。1500も走ってるよ。ありがとうございました。ありがとうございました。一応ね、走ってるよ。ランナーは足速い。